こんにちは。野草界ラジオシアター語り部の石村智子です。日本の神話をお送りします。第2話、黄泉の国。黄色い泉の国と書いて黄泉の国と言います。愛する妻イザナミを亡くしたイザナキは怒り狂い、妻を焼き殺すことになった火の神の首をはねました。その時、剣から滴り落ちる血や火の神の体から多くの神が生まれました。剣の神、山の神、谷の神、雨の神などが生まれたのです。イザナキは毎日泣いて暮らしましたが、どうしてももう一度だけ愛する妻に会いたい、イザナミの顔が見たいと思い詰めて、ついに死人しか行ってはいけない暗い黄泉の国に向かって長い長い坂道を降りて行きました。いや、暗いな、よく見えないが、これは門か。おお、御殿がある。さてはこの中にイザナミが。呼んでみよう。おーい、イザナミ、イザナミ。すると門の向こうにイザナミらしき足音が近づいてくるではありませんか。イザナキは喜びに震えて、イザナミ、イザナミだね。愛しい愛しい妻よ、一緒に帰ろう。私たちの国づくりはまだ始まったばかり、すべてはこれからだ。さあ行こう。あなた、よくこんなところまで。私だって帰りたい。でもまあ、なんて悔しいこと、もう遅いの。私はもうこの汚れた国のものを食べてしまった。でも、ああ、でも帰りたい。あなた、本当によく来てくれました。ここでお待ちになって、黄泉の国の神々にお願いしてきます。あなたと一緒に帰れるように。その間、あなたはここにいてください。中を覗いてはいけません。私を決して見ないでくださいよ。暗闇の中、イザナミは御殿の奥に消えた気配です。イザナキはワクワクしながら彼女の帰りを待ちますが、いつになってもイザナミは戻ってきません。それにしても遅いな。もう我慢できないな。それに、見るなと言われると見たくなるのが人情ってものだよな。とイザナキはついに待ちきれず、妻との約束を破り御殿の中に忍び込んで行きます。うお、真っ暗だ。何も見えないぞ。そうだ、こうして櫛の刃を一本折って、これに火をつけよう。よし、だんだん見えてきたぞ。お、あそこに横たわっているのはイザナミではないか。イザナミ、愛する妻よ、美しいイザナミ。おい、イザナ、その時彼の見たものは、無残に腐れ果てたイザナミの死体でした。体中から太ったウジ虫が湧き、ゴロゴロと転がっています。しかも頭、胸、腹、両手足にはそれぞれ汚らわしい子鬼のような雷神が取り付いています。イザナキは慌てて逃げ出します。うわあ、見たな、約束を
を破ってよくも私に恥をかかせましたな。仕込めたち、早くあの男を捕まえて、と叫ぶと、よもつ仕込めという恐ろしく醜い顔をした女たちに後を追わせます。待て、おい、止まれ、待たんか、止まれ、まだちょっといい男、そうかな、ほら、待たんか、うわぁ、なんだあれは、すごい顔した女たちが追ってくるぞ。イザナキは髪を束ねてあったツルクサのカズラを取り外し後ろに投げました。するとそのツルクサはぐんぐんと伸びて、山ぶどうが山中に実ったではありませんか。しこめたちはそれをむしゃむしゃ食べ始めます。やったぞ、色気より食い気のしこめどもめ、うまい、うまい、うまい、甘い、甘くてうまい、うまくて甘い、甘いからうまい、うまいから甘い、あー、お前食いすぎ、うるさい、あー、もう全部食べちゃった。あっという間に山ぶどうを食べ尽くしたしこめたちは再びイザナキを追いかけます。よし、今度はこれだ、と紙に刺していた櫛を取ると、その櫛の刃を一本また一本と後ろに投げます。するとそこからはニョキニョキとタケノコが生えてきました。しこめたちはそのタケノコにも飛びつき、なんだこりゃ、うまい、硬い、この歯ごたえがたまらん、醤油かけたらむちゃうまい、みんなもまだねえよ、あ、そうか、うまい、うまいよし、タケノコならそう簡単に全部は食べきれないぞ、硬いやつもあるからな、今のうちに。イザナキはダットのごとく逃げていきます。するとイザナミは雷神たちに命じました。兵士たちを使ってあの者を捕らえよう、と大声を上げ、1500人もの大勢の兵士たちがイザナキの後を追います。イザナキは後ろ手に剣を振り回しながら走りに走り、逃げに逃げて、ようやくのことで黄泉の国とこの世の境にあるよもつ平坂という坂にたどり着きます。よし、ここが地上への出口だ。でも、うわー、しつこいな、まだ追ってくるぞ、どうしよう、どうしよう、えい、これでも食らえ。イザナキはそこに生えていた桃の木から実を3つ取ると、黄泉の国の兵士たちに投げつけました。すると不思議なことに、兵士たちが退散していくではありませんか。桃の実には汚れを払う特別な力があったのです。これが後の桃太郎伝説にもつながっているのですね。桃、助かったよ、すごいな、これからも人々が苦しんでいるときは助けてやってくれ。よし、お前にオオカムズミの御事という名前を与えよう。大いなる神の御という意味だ。あ、イザナミが来た。イザナキは慌てて千人でしか動かすことのできない大岩で道を塞ぎます。もういい、もうたくさんだ、お前と私はもう別の世界にいるのだ、もう会わない、会いたくない。なんてひどいことを、愛しいあなた、私と別れるというのね。だったら私はあなたの国の人を一日千人殺しますよ。愛しい妻よ、お前がそんなことを言うのなら、私は一日に1500人の命を生み出すことにするぞ。こうしたわけで、これ以降はこの世では1日1000人の人が死に、1500人の人が生まれることになったのです。最近の少子化ってイザナミの逆襲なのかもしれません。
いかがでしたか？今日のゲストはイザナキの御事役の土方達夫さん、イザナミの御事の岡野さやかさんをお招きしました。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。先週からこの始まりました日本の神話第1作目がこう国生みと黄泉の国というお話ですけれども、はい、まあ、お二人がイザナキとイザナミ演じられました、はい、じゃあまず木の、ね、木の音男性の木の土方さん、はい、いかがでしょうか、はい、演じてみて、演じてみて、はい、まあ神様というとどうしてもこうなんか厳かとか、うん、なんか尊そうな感じがするんですけれども、うん、俗っぽいですよね。どっちかっていうと、うん、本当にその、うん、人情味とか人が、うん、人の性格が、うん、こんなになんか人でいいのかなみたいな、うん、西洋のゴッドとは違う、違いますね、っていう感じですね、はい、確かに。でイザナミのさやかさん、はい、岡野さんいかがですか？そうですね、やっぱり神様ということでちょっと威厳を、普段私にない威厳を出したいなと思いつつ頑張ったんですけども、うん、やっぱりこう、うーん、女性の部分はやっぱり持ってるなと思って、うん、自分がこう亡くなってしまって醜い姿になったところを愛する人に見られて悲しむっていうところはやっぱり俗っぽいなっていうところで俗するかなと思って、うん、そこはちょっと気をつけて演じてみました、うん、お二人でなんかこう話し合われたことってありますか？話し合われたことは、ないですね。ないですね。もう思うがままに。どうしたって言って、僕は、はい、氷上神社行ってきた。私は荻窪白山神社に行きました。素晴らしい。なんかその気持ちの作り方の部分で。ご挨拶を。ご挨拶を。神様だからしないとなという。確かに。スサノオノミコトに挨拶してきました。あ、素晴らしい。ね、先週からまあ始まったこのラジオ川越での日本の神話ですけれども、これからまあ、ね、いろいろな作品が、まあ、お二人もいろいろな役で出てこられることと思いますけれども、はい、なんかこういう聞き方をしてほしいとか、こういうところをこう宣伝したいっていうことありますか？じゃあ岡野さん。はい、そうですね、私もまあおっしゃっていただいたようにちょこちょこいろんなとこで出てるので、もう本当にもう自分の中にあるその想像力というか楽しいことを思いながら心から面白い聞いていただければと感じておりますので、よろしくお願いします。ありがとうございます。土方さん一言どうぞ。そうですね、日本はまあなんていうんですかね、まあこんな感じだぞと、まあ、本当に何ですかね、混沌ですよね、混沌としてて、はい、でその中でなんか、まあ、人情というか、うん、温かみというか、なんかそういうものがいろいろ混じっているお話ですね、はいはい、もう日本の豊かさを感じていただければ、ね、ということで、どうもありがとうございました、はい、ありがとうございました。出演岡野さやか、土方達夫、笹塚舞、田村天音、ユニ、秋貞光、語り部石村智子、バイオリン演奏杉本勝俊、脚本演出野伏翔、提供小名木善光の日本の心を伝える会、企画制作劇団野草会でお送りしました。